株式会社フェイリックスフィルムは日本のアニメ制作会社。当時グロス制作を主に受注していた株式会社ジンの代表権アニメーション演出家の中俊人が株式会社三次元等で 3D ラインディレクターとして数多くの作品に携わっていた田中が両らと2014年5月に設立。年々増大するアニメ制作案件と業界内での 3DCGI 需要に応えるべく、元受け制作を開始。初の 2D 元受け作品は、大図書館の羊飼い以降、猫パラなどを元受け制作として展開している。3D 元受け作品としては、劇場版、魔法少女リリカルなのはデトネーション、ハネ戸ド、ファンタシースターオンライン2等の実績がある。社内体制としては、3D 部、作画部、 制作部を擁しており、グループ会社として、2D 作画特化のトロイメライアニメーションスタジオと、3DCGI 専門のディレクトレインの3社でアライアンスを組んでおり、いずれも中とシフトが代表を務めている。2D 作画と 3DCGI 両者の強みを活かしたハイブリッド表現作品を得意とし、将来的には、フル 3D 作品の制作も視野に、会社規模を拡大中である。 中の代表作は、監督作品、新劇場版等文字 D3 部作、TB 版、ソード街等。田中の代表作は、3D 制作デスクを担当した、TB 版、青木鋼のアルペジオ、3DCG プロデューサーとして、劇場版、魔法少女リリカルなのは、デトネーション等。ありがとうございます。